じゃあ少し時間もあるから街を出歩いてみましょう。お、ここにもあった、銀の皿。このゲームね、お金で技とか習得するから割とねプラチナとかいっぱい出てくるんですよ。街の治安を脅かすんじゃないよ。謎の注射器。何を注射したの？ん？入れる。いらっしゃいませ。タバコを普通に売ってる。ありがとうございました。これ普通に吸えばヒートゲージが溜まるやつ？この仕草もモーションキャプチャーしたのかな？コンビニがあるな。コンビニがあるってことはあれ使えるかな。お、サッカーボール。これキックしてぶつけんのかな。それは柔らかくて逆に効かないのでは。今結構お皿持ってるから。いらっしゃいませ。プラチナとかいっぱい出てくるからね。あ、金の皿7枚持ってた。お金貯めないと技習得できないからね。さてこれからどうする、上流。あんたは何者なんだ。あんたは何者なんだ、赤目。何でもや言うたやん。まあ合法非合法問わず大抵のことはやるかな。一番稼げてんのは情報屋の仕事やね。ホームレスたちの面倒を見て代わりにいろんな情報をもらってる。それがホームレスを仕切ってるってことか。秋山みたいなもんか。でも旗から見たらホームレスの支援してるとか思われてんちゃう。大阪は日本で一番ホームレスが多いんやって。あ、そうなんだ。そういう土地柄生かしたビジネス考えな。うちみたいな中小はやってけんのよ。中小ね。とある場所へ行きたい。とある場所へはすぐに行けないのか。今からはちょっと無理やな。明日にしよう。それに行ったら最後。あそこは万全の体調で行かんと後悔するで。悠長にしてる場合じゃねえんだがな。この女がどういう立場かわからねえ。花輪がさらわれてることを言わないでおこう。まあそうだね。鶴野も大した情報は教えてないようだし、下手すりゃ俺のせいで巻き込みかねない。まあとにかく、とある場所は明日のお楽しみや。今日はもうゆっくり休んだらええ。お前はどうすんだ。まだまだ酔いの口や。うちは仕事が山積みなんや。寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファ使ってくれる？じゃあ休んでいくか。まあいろいろ寄り道したしもういいか。赤目のやつが見当たらねえ。どこに行ったんだ？ん？どこ行った？どっか出かけてるとか？
おっと、ゆっくり休めた？上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ。言うて、カッコつけてたのにな。そうだね。謝った方がいいのか。ええね。その代わり、今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんは、しばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。寝てたけんね。場所さえ教えてくれりゃ、俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。また地下とか。そしたらな、上流、物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。うわ、赤ドラ持たされてるくらいや。腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたら、その分すぐとある場所行けるで。いい加減、そのとある場所ってどうにかなんねえのか。桃源郷？なんなんだそこは。せやな、あそこは知る人ぞ知る VIP たちの秘密の遊び場や。桃源郷ですね。通称キャッスル。キャッスル？キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤ドラ持たされた人とかがな。そのためのキーアイテムか。VIP の遊び場に花輪が捕まってんのか。鶴野は俺に何をさせる気なんだ。城か。どうする、上流、うちの仕事を手伝ってくれる？早うキャッスル行きたいんやろ。足元見やがって。わかった、ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよ。最初から利用するつもりだったな。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。秋山みたいなもんか。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。ん？どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？囲い屋？せや、ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。あ、その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、三食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。うわ。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ひでえな。買い殺しやな。で、お前は俺に何をしろってんだ。もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。あ、そういうのは得意だな。それが人の道やないの。おい待てよ、そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。あ、そうだね。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか。当たり前や、こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。なかなか度胸あるね。蒼天堀から追い出したる。ずいぶんと威勢がいいな。キリュウちゃん気に入っちゃうじゃない。その囲い屋は何人くらいいる？仲間は俺たち二人だけか。ん？囲い屋潰すんは上流一人でやるんやで。え？うちはその後の面倒を見るんが仕事やないの。何？おい、なんだと？ったく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。でしょうね。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。本当に？そうかよ。じゃあさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。
場所は大まかにしか分からへんのやけど、殴って解決。囲いらしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。よし、じゃあそいつら潰しに行こう。囲い屋は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。上流がやっつけたら、ね、その後キャッスルに案内すんで。こいつらな、やろうちゃん。早速やってんな。屋根壁のあるぬくい家の中で寝起きできるんやで。犬猫やないんや。人間様がこんな寒空の下で寝とったらあかんて。本当にいんのかな、こういうやつ。騙されて思って一遍ついてきよ。騙してんだよ。そんな、わしは別にここでええし。そうだよ、帰れ。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい。そうだぞ、わしは今こんなになってるんや。やり直せるもんならやり直したいで、ほんま。くそが、ええ加減にせえよ。こら、何べん同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。さあ、ゴミ掃除だ。お前らが囲い屋か。ずいぶん大っぴらにスカウトしてんだな。警察何してんの。やったらなんやねん。潰す。囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ。彼らを解放してもらう。誰やお前。正義の味方気取りかいな。だったらどうする。わしらは大見連合のもんやで。今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はね。さもなきゃの方で話を進めてくれていい。その方は話早いからな。そうやないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したれ。やぶっ殺すって言わなかった？ホームレスたちはどこに囲ってんだ。それは大海の極道も質が落ちたな。ホームレスのなけなしの金まで狙ってどんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。そう入れ歯にしてやろうか。四つ狙い会館、小区町西にある、あそこの2階や。わかった。じゃあしばらく寝てろ。結局歯折ったのかな。 おきに。おかげで助かったわ。ああ、さっきのやつら近江連合を言うてたで。あんた大丈夫なのか。この町に長居する気はないんだな。あんたえ、もし頼る当てがないんだったら赤目ってやつを知ってるか。この辺でホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せばすぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか。ああ、じゃあな。よし、じゃあ囲い屋んとこ行くか。あ、ここか。鍵か。よし、お前いいとこにいるな。これ橋から落とせないかな。さあ、いらっしゃい。あ、行った。行ってらっしゃい。
川じゃなくてこの人道路に落としたぞ。腰やったなあれ。よし、スタミナンスパーク。こいつはなんかもっといいもん入ってない。あ、プラチナ。プラチナ結構出てくんだよね。こいつはタフネスインフィニティ。よし、金の皿か。あ、ここだ。四つ寺会館、囲いはここにホームレスを押し込めてるはずだ。上か？こっちは行き止まりか。あれ結構広い？ここでもない。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。ここだな。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。このフロアが全部そうなのか。あ？おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとら。どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。それだけでいいの？この部屋外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか。なんや、面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。な、おい、何しとんのや、我。素手で。うわ、きつそうだな。長いこと換気もされてね。換気もしてないのか。どれ、随分勝手な真似するやんけ。まあ声が漏れたら困るもんね。じゃあ準備運動しようか。こいつはリーダーか。いてぇだろうが。あ、来たな。さあ来い。はい、残念。頑張ってよ。あ、死んじゃったわ。うっかり倒しちゃった。お前が死ね。木刀がある。せっかくだからバット使ってやるか。ホームラン。ゴミどもが。なんなんやあんた。素手で取れるもんかな。最初からそれでいけばいいんじゃないかな。こんなに随分かき集めたもんだ。こんなことしてただで済まんぞ。わしらは組の人間や。どうせ三次団体でしょ。そのコッパだろ。よほど食い詰めたと見えるな。
こんな忍びに手出しやがって。主に桐生さんのおかげだけどね。大海連合だったらなんだ、上にでも泣きつくか。だがいくら弱小の組でもたった一人に潰されたとあっちゃもうここからは出歩けない。そうですね。おまけに大海の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカ見んのはお前らだぜ。あんた何もいや。伝説の竜です。おとなしく囲った人たちを解放しろ。今日のことはここだけの話にしといてやる。優しさ。こいつはお前らのために言ってんだぜ。くそか。素晴らしいで上流。あ、エクセレントや。お前いつの間にいた。若め、よくここが分かったな。上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらの悲鳴聞こえてたで。なんやこの穴。ああ、ホームレス食いもんにしてるくせにうちの顔も知らんのかいな。ったく勉強不足もええとこや。やかましい。わしらホームレスに寝床と食いもん支援しとったやで。それの何が悪いんや。はあ、悪いに決まっとるやろが。監禁だろうが。都合のええこと抜かしよってこの三下。こないゴミ屋敷に行産詰め込んで何が支援や。勝手に外にも出れんようにして。せやったらお前が代わりに入ってみ。赤目のやつ後から来ただけなのにものすごく偉そうにしてるな。囲ってた皆さんの通帳、身分証、書類もろもろ全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでな。ああ、そういうことだ。理解したかい。いやー、上流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい救えたわ。本当に救えたんならいいかな。ん？どういう意味？あの後どうすんだろうね。まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か。いややな、うちはそんなんちゃう。まっとうな支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。どうだかな。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す、人の道に外れるわ。そもそもうちが何でもやとか情報屋とかやってんのもその恩返しが理由の一つ。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。一応お金はもらってんだ。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ。それはまあもうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。信用がないのはお互い様か。今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。でさらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう？今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど今回は一気に大量や。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内すらな。やっとだな。とその前に。ん？なあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ、これからもうちの仕事を手伝ってくれへんな。お前の仕事を。うちは仕事を来るもの拒まずの何でもややねけど、業務によってはどうしたって向き不向きっちゅんがあるやろ。上流のパンチ一発で済むのを
うちがペシペシビンタ100発食らわしてゼーハーすんのも頭悪いやん。もちろん芝生相手はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていくんだ。そうな。だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。お、ほんまに？ええって。そしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事を頼んでもいい？おい、なんだと？まだあんの？わかってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし、出発は夜になってからや。それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。はあ、夜までだな。いやー、しびれるわ。ほんまおおきに。しょうがねえな。まあ経験値稼ぎにもなるか。あんな、それじゃあうちの仕事について説明させてもらうわ。少し長くなるけど、居眠りしたらあかんで、ジオリュ。ああ。できるだけ手短に頼む。まあまあ、そう言わんと。うちが何でも屋とか情報屋とかやってんのはよう知っとんな。せやね。ジオリュにはまず何でも屋として、外回りの仕事を手伝ってもらおうと思ってる。ん？外回りの仕事？そや。駆け出しのあんたにいきなり大仕事を任せるのも正直不安やしな。あのね、だからまずは町で困ってる人の問題を解決して赤目ネットワークに貢献してほしいんや。上流がきっちり仕事をこなしてくれたら、それが赤目ネットワークの情報網に強化につながっていくことになる。ん？ん？俺が仕事を手伝いをすると、どうしてネットワークを強化することになるんだ？あんな、さっき助けたホームレスの皆さんと同じ理屈や。助けた人らには赤目ネットワークへの協力を呼びかけてるんや。一流の情報屋としてやっていくには、どんな情報も見逃さない多くの目が必要っちゅうことやね。ああ。なるほどな。協力してくれる仲間が増えれば増えるほど、情報屋としてレベルも上がっていくわけか。せやね。そういうことやね。情報屋としての赤目ネットワークのレベルが上がれば、おのずとでっかい仕事の依頼が来るようになる。なるほどね。そういった重要な案件は今後うちから直接上流にお願いすることになると思うで。ええ、せやな。そんなわけで、まずは赤目ネットワークのレベルが3以上になるまで仕事を手伝ってもらいたいんね。街で困っている人の場所はネットワークの情報網を使って大体目星がついとる。頼むわ。通称サポートマップユンを使えば一目瞭然や。さあ、街に繰り出してじゃんじゃん仕事こなしてな。サポートマップか。やれやれ、人使いの荒いやつだぜ。赤目ネットワークレベルについて。赤目ネットワークレベルを上げると情報網は広がることで、新たな依頼が舞い込んできたり、赤目との特別なイベントが発生したりします。赤目ネットワークレベルは赤目ポイントを入手することで上がっていきます。赤目ポイント、まあ要はこの依頼をこなしていけばポイントがたまって、入手したポイントは能力強化やショップで買い物ができるんだね。あ、レベルが下がることはない。あと、アジトの投資ができるんだ。じゃあ、ちょっとこれこなしてみるか。外回り。街中で困ってる人に話しかけよう。街に赤目ネットワークのサポートを求める人たちがいます。ああ、この目玉マークね。じゃあ、その人たち助ければいいんだな。上流、さっきからいたけど、赤目ネットワーク差し入れ、あ、タバコを差し入れできるのか。おお、ちょうどタバコ切れてて、さすが効くな。サンキュー上流。あ、ちょっとレベル上がったね。上流、投資について。赤目ネットワークに投資することで様々な恩恵を得ることができます。助かったわ。
あ、レベル2になった。じゃあこんな感じで人助けすればレベル3にすぐなるね。あ、プロジェクト投稿されました。商品取り扱い始めよう思うね。これが投資だね。投資するごとに商品増えてくのかな。あ、なんかどんどん増えてくな。でどんどん投資しよう。お金あるしねまだある。あ、品ぞれさらに良くなるいや、ま、どんどん出てくるな。投資先やった方がいいのかな。あ、もう9万しかねえ。ここまでか。あー、いろいろあるな。あ、竜のさらしある。いや、でも全然足んないな。あ、これは現金とは別で赤目ポイントじゃないと買えない。なるほどねドラゴンマスクって3のやつかな。あとはここでも金の竿とかプラチナもらえんのか。交換できるんだね。これは博打アイテムか。あー、いっぱいあるな。これ全部赤目関係。まあ経験値も上げたいしポイントも欲しいし、これやってった方がいいのか。お困りですか。スマホ見ながら歩いとったのはあんたやろが。ぶちまけてお釈迦になった弁当弁償せえや。うるせえだよクソじじい。あ、こういう人たちを助けて回るのか。赤目ポイントは200の5万円もらえる。よし、じゃあ片っ端からやっていこうか。まだレベル2だしね。おい、やめとけ。相手はじいさんじゃねえか。なんや、あれ正義の味方かいな。かっこええの。全然弱いわ。せっかくだから植木待ちで。ああ、死んだわ。弱すぎる。おおきり、おかげで胸がスッとしたわ。じゃあ結構時間がかかりそうだし、動画外でやっとくか。うわ、僕の大事なボールが。どうやら木の枝にボールが引っかかってしまったようだな。これボール取るだけでいいの。あ、でもお金もらえないわ。まあ子供からお金取れないよな。赤目ポイントはもらえる。これワイヤーで取ればいい。よし、で返すと。ほら、取ってやったぞ。これで依頼達成。どうした。ぐ、お腹が。すまん、スタミナライトを持ってきてくれ。スタミナライト持ってたっけ。ああ、持ってないな。スタミナライト買いに来ただけだから。危ないだろうが。コンビニに迷惑でしょ。ここはね、せっかくコンビニに来たから弁当温めてもらおう。温めよろしく。ほら、こっち来い。温めよろしく。死にましたね。殺人幇助。スタミナライトください。あっちゃー、これは臨時休業ですね。でしょうね。失礼しましたね。
やってるな。金だけ置いて帰れ。殴って解決タイプが一番楽だね。いけいけ。このため攻撃が強いんだよね。いいもんがある。うわ、この人人殺しました。これ川に落とせないかな。あ、行った。いってらっしゃい。お金が戻ってくんだよね、こっちに。せっかく大阪来たから自撮りしていこう。ちょっと表情硬いな。よし、人生楽しんでるよね。直けしてもやることはやるんだよね。あ、もう一曲あんのか。これね、カラオケも一応赤目ポイントもらえんですよ。歌い放題で制限。いや、知らない曲だよなこれ。これ誰かとデュエットできるのかな。新一途侍。とことんやってやるぜ。めっちゃノリノリなんだよね、いつも。いや、難しくないこれ。いや、全然知らないわ、これ。俺、まだボタン配置覚えてないんだよ、これ。あ、今んとこいいね。あー、やっちまった。ダメだこれ。面白動画が流れてると思うけど、集中して見れねえわこれ。大丈夫YouTube にバンされないかな。あ、終わったわ。ユーザー名上流になってんだね。184位。全然ダメだな。いらっしゃいませ。チャーシュー麺。いただきます。これ本当にラーメンとチャーシュー麺しかメニューにないのかな。よし、行くか。ありがとうございました。今度行ってみたいな。なんかね、ここにね、この人か、そう、武器屋のね主人がいるはず。この人か。完全に酔いつぶれちまってるな。だから解放してやる義理はね、ほっとこう。この人でしょ。え、うん、
なんやおい、見せ物とちゃうぞこら。わしは伝説の武器商人やで。なめんなや、やっぱこの人か。うん、伝説の武器商人だと。あんたが。おう、おう、せやったらなんや。はあ、驚いたな。いつもそうやって自分から吹いて回ってんのか。あ、なんやと。ああ、裏の人間のくせずいぶん簡単に正体を明かすんだなと言ってんだ。ああ、おうよ、わしが来ない言うても普通のもんやったらわけわからんやろしな。え？せやけどあんたは普通の反応とちゃう。どうやら誰かにわしのこと聞いてきたんやな。赤目さんからちょっとね。え？赤目から聞いたんだ。あんたにこれを見せろと言われた。ほう、赤虎や。そしたらあんた赤目ちゃんに選ばれし男なんやな。まあな、どうやらそういうことらしい。それよりいつまでそんな格好で話す気だ。店があるなら中で話そうじゃねえか。一人で立ち上がれるんやったらとっくにそうしてるわ。悪いのあんた、ちょっと肩貸してくれや。そしたらちゃんとお仕事したらさかいな。たくしょうあれな、どんだけ飲んだんだこいつ。なるほど、あんたもお人よしやな。赤目ちゃんに顎で使われとるみたいなもんやんか。ええ、まあね。ああ、その成り行きであんたの解放までさせられたしな。日の高いうちにそんなベロベロになるまで飲むんじゃねえぞ。そうやな。確かにそうや。まあ客が少なすぎて暇やったもんでな。おい、裏社会の人間だろうと健康が第一だ。初対面だがあんたを心配して言っている。あんた上流言うたな。見かけよりずっと優しい男やんけ。一応褒め言葉と受け取っておく。おう、そしたらええもん見せたるわ。うちの店の一押しの武器や。ほれ、どないや。ん？ドローン？ちゃう。もちろんただのドローンとちゃうで。あんたの意のままに変態を組んで喧嘩を補佐するんや。こいつはドローン型ガジェット。わしはその危険な羽音から蜂と呼んどる。蜂か、なかなかそそられるな。お、敵に突っ込ませて攻撃もできるし、目くらましやなんていうんだこれに使ってもええ。まあとにかく百聞は一見にしかずや。わしが使い方を教えたる。よう見とき。どうやってそれコントロールしてんの。こいつが喧嘩をサポートしてくれると。だが正直言っていまいち使い方がイメージできねえ。試しに俺にも使わせてくれるか。お試しは別にいいけど、まだあんたに売るとは言うとらんぞ。何？何？どういう意味だ。道具は持つべきものに使われて初めて価値が出るもんや。上流、試されんな。武器やのうてあんたの方やで上流。ええ、なるほど、言ってることはよくわかる。これはこのおっさんと戦う流れ。これ戦う流れかな。だが俺はあんたを解放して店まで運んでやったんだぜ。少しは感謝の気持ちを見せてもいいんじゃないか。あんたも赤虎を任された男やろが、そない言い訳でどないすんねん。ほれ、表出ろや。わしが体張ってドローンの使い方教えたる。ん？俺は構わねえが、あんたは大丈夫なのか。さっきまで酔っ払って座り込んでたのに。安心せえ、こんなわしにもかつて世界のてっぺん目指した格闘家やったんや。あ、そうなの？格闘家だったんだ。こんな人通りの多いとこで。ん？裏門の武器や。ああ、この人に勝てばガジェットもらえんのか。ほんとだよ、なんでこんな人混みの多いとこでやんだよ。まあもともとは格闘家だったんだね、この人。分かったよ、そういうことなら仕方ねえ。やるかには半端なしだ。こっちもその気で付き合おうとするぜ。蒼天峰の住人。
ガジェット8 Y 長押しで呼べんだね。あ、威力はそんななさそうか。 Y 長押しで何機まで呼べるこれ。隠し玉だ。あ、来た来た。123、あれこんだけか。あ、4台。あ、当てるとリセットされて次呼べるって感じか。ギャラリーめっちゃ来てるけど。来たな、ほんと。こんな目立つとこで。全然、あ、元格闘家なんでしょう。あ、いい動きはするね。でも大振りすぎて当たんないわ。誰一人警察呼ばないね。なんちゅうやっちゃ。おいおい、大丈夫か。すまない、俺もつい熱くなっちまった。いいや、謝ることなんか何もあらへん。しびれる強さやったで。わしのドローンはあそこまで使いこなせるとはとんでもない経過上手やんけ。そうや、あんたやったらきっとわしが夢にまで見たてっぺんの世界に行ける。あんたそれほどの逸材やで。一体今までどこにおったんや。ありがとうよ。いや、だがたまたまあんたのドローンと相性が良かったんだ。俺はそんな大層なもんじゃねえ。いやドローンのことだけとちゃう。わしはあんたを見ててもう一つ気づいた。ん、俺を見て気づいたって何の話だ。上流、あんたは大道寺の動きを使っとるな。つまりあそこのエージェントっちゅうはことや。知ってるのか。いや、さあな、何の話かわからねえ。大道寺だのエージェントだの聞いたことをね。とぼけなあかん立場なのもわかっとる。せやけどわしの目に狂いはない。あ、この人が大道寺の格闘術作った人なんだ。何？なんだと？よろしゅう頼むわ。まだ名乗っとらんかったが、わしの本名はミゾロギアキラ。かつては世界中の地下格闘技場を渡り歩き、人生をかけて格闘家のてっぺんを目指したバカな男や。行く先々で長い頃話。よし、ドローンゲット。これあんま使う機会なさそうだけどね。威力ないし。ちょっとええか。ああ、まだなんかある？まあ長引きそうだったらちょっとカットするか。あ、タバコ屋？あのタバコ屋のおばちゃんも仲間なんだ。じゃあちょっとタバコ屋行こうか。あのタバコ屋でしょ。あ、一応友達なんだ。タバコ屋のおばちゃんもなんかくれんのか。ここだね。そう、ここ。あの、ちょっといいか。俺は上流ってもんだ。みぞろぎに紹介されてきた。ああ。さっき彼から聞いた。話は全部承知してるわ。ん？そうか、あんたに会えばエーモンがもらえると言われたんだが。うん、そうね。ただ本当にエーモンになるかはあなたの使い方次第よ。うん、そのもういい。様子察するにあんたも裏社会の人間か。どうかしらね。余計な詮索はしない方がお互いのためじゃない。ああ。とにかく私があなたに渡せるブツはこれよ。ブツって言ったよ。
あ、タバコ？ホタル？うん、タバコ屋で普通にタバコを出されて驚いたのは初めてだ。安心して、うちのタバコはちゃんと普通じゃない、とってもホットな花火なんだから。あ、ホットな花火。あ、こいつポイ捨てしましたよ。潰すか。ちょうどいいわね。あいつに使ってみせてあげる。タバコ屋の前でポイ捨てするバカは見過ごせないの。そうだね、地獄を見せてやんないとね。ああ、さあお立ち会い、ここに取り出してみせたる。一見普通のタバコ、火をつける必要もございません。不届きなポイ捨てヤクザにこちらをポイッと投げますと、ギャー、な、何が起きたんや。お、ずいぶん物騒なタバコだ。威力はそうでもねえが、小型爆弾ってところか。よく許されるな。いいよ、ホットな花火よ。何にしてもこんな街中で手軽に使っていいもんじゃねえだろ。だから私がこれを人に渡すなんてめったにない。あなたがみぞろぎくんに紹介された人だから渡すのよ。めっちゃチカチカしてんな。ああ、タバコ型兵器ガジェット、ホタル、私はそう呼んでいるわ。タバコ型ガジェット、ホタル、タバコの形状を模した小型爆弾、小型爆弾言うてますよ。これもどうだろう、使えるかな。ええ、分かった、せっかくだしありがたく受け取っておくよ。このガジェットはいくらなんだ。あ、おごりなんだ。なるほど、惚れられたんだな。どうやらこれで用事は済んだらしいな。もうすっかり夜だ。あ、そうだ、キャッスル行くんだっけ。赤目のところに戻って、今度こそキャッスルへ向かおう。どんなところかも、 何が待ってるかもわからねえ。入念に準備しておいた方が良さそうだな。これに何か文句あるんか。どけどけ。またレンジでチンしてほしいか。だいぶ冷えてきたからね、あったかいもん。温めよろしく。よろしく。殺人幇助。コンビニに迷惑でしょうが。温めよろしく。温めよろしく。手間取らせください。はあ、じゃあこれは臨時休業ですね。でしょうね。ここにね、あのヤッピーがいるんだよ。ヤッピーだっけ名前。あの龍が男セブンにね、こいつ出てくるんですよ。闘技場ね。あ、まだ開催されてないっぽいね。じゃあ春日がここ来る前の話か今んとこ。じゃあもっと進めて良さそうか。どれにするん？あ、今んとこれ以外選べないか。じゃあ話進めないと、あのシナリオ増えてかないっぽいからキャッスル行こう。赤目、そろそろキャッスルに案内してくれ。オッケー。いや、待たせて悪かったな。散々利用しやがって。大阪に来たんはこのためやもんね。一応理解はしてくれてたんだね。当たり前やん。ただ行く前に一つ聞いときたいんやけど。なんだ。
上流、高いとこ平気？え？高いとこ？ん？高層ビルかなんか？あ、そういう意味か。え、どこ行ってるこれ？船？どや？あれがキャッスルや。あの船、かなりでかいな。タンカー？ただ、なんでキャッスルなんだ？よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。輸送船っぽいけど。うわ、あれは、ああ城があるからキャッスルか。一番奥のやつ、大阪城。キャッスルやろ。大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。これ2の戦国のあれみたいだね。ここに出入りできるんは指折りのビップだけなんやで。戦国のあの趣味の悪い金ピカの大阪城を思い出すわ。この船のオーナーは近江連合本家でな、海外の使い古しを二束三文で買い叩いたっちゅう一品ですわ。へえ。今は近江の貴人会っちゅう組が仕切ってるんやって。貴人会。昔から近江の汚れ仕事専門にやってるって噂の極悪ヤクザ組織や。ここの売りは無制限の自由っちゅうとこかな。飲む使うは当たり前、遊びに来てる VIP の方々は何をやっても許される。ただしスマホの持ち込みは禁止や。うちらもさっき預けさせられたやろ。撮影録音が OK やったらお客さんは自由に遊ばれへんからな。法の目も届かねえってわけだ。そういうことやね。昔は会員制の高級クラブとかやったらそれだけで秘密は漏れんかったけど、今は国民全員スマホ持ちの総ジャーナリスト時代。そこで変態の心をつかむ近江の国道が新たなビジネスを立ち上げたわけやな。例えば特殊な性癖をお持ちの VIP 様はここで欲求を満たしていく。スピードが落ちてきたな。さあもっとムチを入れて。いいの？じゃあ行くよ。もちろんだ。思いっきり乱れちゃっていいからな。うわえ、この人たちは奴隷なの？欲望をぶつけられるんは大抵ギャンブルで首が回らんようになった連中や。ああ、負けた人たちか。最後の一発逆転狙って結局それにも負けたお人たち。せやから景気の悪い時ほど補充に困らんみたいやわ。なるほどね。で、さらにもっと派手なんが見たいお客さんにはあれや。あ、闘技場がある。闘技場か。ローマの昔から客を沸かすんは流血の殺し合いっちゅうわけ。せやけど夢もあるんやで。ボクシングの元世界チャンプやら伝説の格闘家に幻の殺し屋、妖精、金メダリスト、そんな連中に VIP が大金を張り合うから選手の稼ぎもでかいんや。この場所のことは大体分かった。だがなんで鶴野は俺をここに呼んだ？鶴野はどこ行った？赤目、ここの仕切りは貴人会って言ってたな。渡瀬組は何も噛んでねえのか？渡瀬組？持ち噛んどんで？あそこの闘技場は毎晩イベンターを近江の組が持ち回りでやってるんや。で、なんと今夜は奇遇にもその渡瀬組の番やね。なんだと？上流が持たされてた例の赤虎な。あれは闘技場出場のチケットなんや。なるほどね。力さえあったらなんぼでも稼げる夢のリングへの特急券。
それでみぞろげのおっさんも食いついたんか。結構な値がつくんやで。そういや、アカトラよこせってチンピラに襲われたっけな。連中はそいつをどっかへ売りさばくつもりだったわけか。うちの役目はそれを持った人をキャッスルの闘技場へ案内すること。裏社会でも絶大の信頼がないとできん。こんなん任されてんの大阪ではうちだけや。お前なんでもっと早くそれを言わなかった。だって上流赤虎の意味知らんかったやろ。普通はみんな喜んでくるんやけどな。もし闘技場はいやいやってごねられたらうちの責任やね。けどもうここまで来たら船出られへんし。やってくれたな。はめやがったなこいつ。大丈夫やって。あんたかて腕を見込まれて赤虎渡されたんや。まあ最初は前座やけど上流やったらきっと選手になれる。そん時は渡瀬組の人からどえらいご褒美があるはずや。もしかしたらそのプレゼンターが鶴野さんかもな。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしゅうなってから。そっか。なるほど、そういうことか。格闘技で登り詰めろと。もしかしてうちのこと怒ってる？いや、むしろいろいろガテンがいったとこだ。するのは俺を試す気でいるらしい。だったら乗ってやるさ。そして必ず後悔させてやる。ようわからんけどうちに怒ってないやったらオッケー。でどこに行けば闘技場に出られる？あの闘技場入るとこに受付がある。行ったらすぐわかるわ。ん？なんだよ、お前はここまでか。キャッスルはうちも選手同伴やないと来られへんから、ちょっとだけ現物しに行かせて、後で合流するな。ええやろ。ふん、分かった。好きにしろ。そうないすねた声出さんでもええやん。ほなまたな上流、一人で受付済ますんやで。じゃあ鶴野に認めてもらうために闘技場に出場して、まあ、てっぺん目指せばいいんだね。これカジノとか開門するとこあんのかな。まあ成金の悪趣味な連中が集まってそうだね。帰れないよね。あんなとこに鍵か。ロッカーの鍵、まあ、結構落ちてそうだから探し回ってから行こうか。結構広いかな。ここはなんだ。ああ賭博か、花札か。こいこい、なんかあった。これは、あ、鍵か。普通に置いてあるのもある。ここは何だろう。あ、カジノか。これポーカー。俺賭け事興味ないんだよな。プラチナランクのお客様のみがご利用いただける。あ、ランク付けあんの。あ、ん、なんか、あ、なんか向こうにいる人の股間が輝いてる。あれどうやって行くんだろう。一回外出て、あ、いるね。あれどうやって取るんだろう。
股間が輝いてる人いるね。あれワイヤーで取れない。ところであのもっこりしたやつ一体何者？あ、来た来た、なんか回ってるな。あ、取れるぞ。けん、金玉、金玉取った。あ、これが例のあのドラゴンボールじゃない？ゴールデンボール7つ集めるんだよね。どこだ、あれどこに入ってるかな。金玉あった、金玉、黄金に光り輝く謎の玉、7つ集めると願いが叶うという噂だ。完全にあれだよな。フクピーちゃん、あ、ここにもある。鍵か。どうやってあそこに乗せたんだろうね。うわこれ結構落ちてそうだな。あった、あ、アレックスキッドのミラクルワールド、あそこにもあるな。まあとりあえず行くか。よう無事につけましたな、キュリュウさん。ん？いや、上流でしたっけ。あ、獅子道だっけ。獅子道、そう呼ばれていたな。今日は顔隠さなくていいのか。ええ、ここでは近江連合の力がこうです。心配ご無用ですが。若頭補佐なんだ。鶴野はどうした。花輪さんの面倒を見てます。最初は俺が世話しとったんですがね、ちいと可愛がってたら殺す気か言うて取り上げられてもうた。こいつ難しいもんですな。生き物飼うっちゅうのは。てめえ、仲間死なせたくないんやったら闘技場へお越しよ。あそこを生きて出られたら花輪の居場所を教えします。がっかりさせんでくださいよ。鶴野の頭も期待してますんで。花輪は返してもらう。その後お前らにもたっぷり礼をしてやる。あの人は鬼神会の会長、三代目西谷誉れです。西谷、このキャッスルを仕切る近江連合の大幹部。若くして金とカリスマと大した殺しの腕をお持ちです。まさに関西極道の鏡や。西谷って八代目近江連合直参鬼神会会長。俺にはどうでもいい話だ。西谷誉れって読む。いつまでもお前らのお遊びに。ゴーストウツシマみたいだね。そうですか。ほな俺はもう行きますわ。せいぜいお客さん盛り上げたってや。西谷ってお友達でもおったんかいな。そう見えたんならお前の鈍さも大したもんだ。冗談やって。それより闘技場の受付済ませた？これからです。まだこれからだ。ほんま上流はうちがおらんと何もできんな。ほなうちに任せとき。こっちや。結局来てくれんのか。エレベーターで行く。西谷ってゼロで出てこなかったっけ。毎度グラディエーターのお届けです。お待ちしてました。赤目様、出場の資格はお持ちで。おめでとうございます。大きなチャンスを手にされましたね。登録は何というお名前にしましょう。
上流や。かしこまりました。よっしゃ、これでスタンバイオッケーやな。せやけど、リングに上がるときはグラサン外した方がええで。それはまずいな。そいつはまずいな。顔隠さないと。顔を見られたくないっちゅうこと？ああ、覆面がいる。どっかで手に入れねえと。ドラゴンマスクかぶる。よろしいでしょうか。ん？先ほど渡瀬組の獅子堂様からこちらをお渡しするようにと。なんやこれ、プレゼントかいな。宝箱。そのように受け止まっております。うわ、キッズ。あの野郎。完全におちょくられてんな、上流。他にいくらでもあんだろうに。なんでこれなんだ。まあ、上流がこれから戦うのもシュールでおもろいけど。そうか。他に準備がお済みでしたら、いつでもお声掛けください。これかぶんな。かぶったんだ。マンザーでもなさそうだな。めっちゃファンシーやな。せめてなんかお面みたいのないのかな。これスーツは変えられないの？なんかもっと他にない？上流様。あ、他にマスクはないかってある。なあ、他にマスクはないか。どうにもしっくりこなくてな。自分からかぶったよね。マスクはこちらで別のものを仕立てられます。いかがいたしましょう。あ、変えられる。どんなものがあるか見せてくれるか。はい。承知いたしました。少々お待ちくださいませ。マシのやつないかな、もうちょい。お待たせいたしました。どうぞご覧ください。あ、でもキツネいいな。さて、どのマスクにしようか。キツネか秘密クラブの仮面しかない。キツネにしようか。今のも面白いけどね。あ、まあこっちはマシだね。スーツはそのまんまか。でもこれデモだといろいろ着替えられたよね。今これしか変えられないっぽいか。じゃあいい時間なので今回はここまで。次回はね、上流様。じゃあ出場しましょう。はい。それではご視聴ありがとうございました。